っと膠着状承知じゃ隊が続いとったが徳川軍がついに動き出したで半端な覚悟じゃ家康殿には勝てん全軍総務の力で迎え撃てわしらは戦場中央で決まる三成にあの任務任せたで顔を洗って出直してきな開発か私は義の同志をついに得ました真田幸村石田三成素晴らしき男たちです彼らを失うことは私のいえ義の死私は彼らを勝負守り通したいと思いますならばはは無論この戦でも彼らの敗北が我らの敗北と心得ておりますやりとおりじゃねえ敵将撃ち取った顔を洗って出直してきな面じゃねえ中央おおさすが影勝様目ざとい中央砦を制せば戦況は有利となりますな開門承知じゃ徳川家臣井伊直政主に代わり秀吉に挨拶させてもらおう あれは井伊の赤備え相手に不足なし敵の目を我らに三成ら味方を動きやすくするためにですな。ならば戦場北で暴れるのがよろしいかと。早く。敵が警戒せぬうちに急ぎ中央砦を奪ってしまいましょう。承知じゃ。開門。密かに南東に兵を回していたかだが幸村ならば井伊にも対抗できよう家康我らの兵を送ろう真田のご姓あれを滅せる開門家康の名優織田信勝が馬田城から増援をいかに雪村といえどこれでは真田に加勢する上杉これにあり謙信公より受け継ぎし神速の攻め見せてくれん影勝様小畑城の兵力は侮れませんすぐに制圧したいところですがやめんじゃねえ時を待て将兵が無駄に散ってしまったぞしばらく兵は出さぬぞ明日が秀吉殿将来をうまくまとめておる前線を上げるのは厳しいか戦場中央の戦はなんとかなってるが家康殿のことじゃ何か策を打つやろはず ご助力感謝いたしますこの子をいつか必ず真田と上杉が井伊の奇襲を止めてくれたかよし次は我々の番だ分かれ敵の奇襲
っぷりで周辺を守らなくては。恐るべし、奴らを止めろ、急げ。さすが家康、奇襲に対する反応も早い。小牧北東砦。なるほど、他の砦を落とせば三成を援護でき、なおかつ敵の攻撃が可能。開門。南からの敵がいつの間にか攻撃されている。開門。影勝殿、よく兵を進めてくれた。このまま家康を討つぞ。なるほど、小畑城を先に攻めるべし。そういうことでございますな、影勝様。小畑城、影が死守せる。上杉の援護射撃、敵ながら見事。信勝殿は今は動いてくださらぬか。小畑城に半蔵を拝していたか。家康もさすがは手だれ。影勝はいかに。ただ進め。帰り討ちにしてくれよ、ゾウ。開門。信勝は優柔不断、今はこもっているが、家康攻めに手間取れば増援を出してくれ。影勝殿、それを見越して先に大場だ。良い主君に仕えている。我らも小畑城へ進軍する。助けていただいた恩、今こそお返しいた。承知じゃ。信勝殿、ここは我らに任せてお引きあれ。仕方あるまい。みんな、ようやってくれた。これで家康殿に戦力を集中できるわ。開門。側面より敵本陣へ。すみません、ここは通せません。家康様は私がお守りします。開門。秀吉の自ら攻め寄せてきたか。最後の策、見せる時が来た。ですが、わしにも最後の備えがあり申す。開門。本田平八、これにあり。秀吉殿の見印、ちょうだい、つかまつる。ただ勝つ。最後の最後に厄介な。秀吉様のお命が危ない。なれば果敢に戦う殿を攻め、秀吉様から引き離しましょう。めんじゃねえ。秀吉殿の若き将たちにしてやられたな。この戦は我らの負け。全軍撤退せよ。秀吉様をここまで追い詰めると、徳川家康、
やはり奴は危険だ。家康には逃げられましたが、我らの勝利ですな、影勝様。